皆様こんにちは。今回はバキシリーズには欠かせない人物、烈海王について詳しく解説していくぜ。烈海王ってほんと強いし人気なキャラよね。第1部のグラップラーバキから登場していて、実力がトップクラスの上に、名言の数も多いんだぜ。だから読者の間ではファンも多いよな。まずは烈海王という人物について紹介していくぜ。よろしくお願いします。烈海王は香港出身の中国人で、身長176センチ、体重106キロでファイトスタイルは中国拳法だぜ。中国武術での最高位とされる海王の名を継ぐほどの実力者なんだ。他にも海王と名の付く達人もいるんだけど、その中でも群を抜いて天才だと言われているぜ。同じ称号を持つ達人の中でもさらにトップなのね。巨大な黒曜石を素手で叩いて削り直径約2メートルほどの真球にしたり約 1.8 トンの釣り鐘を叩き壊すなど数々の伝説を持っているんだぜ。どんだけ硬い拳をしてるのよ。中国拳法の歴史に大きな誇りを持っていた烈海王は、当初は相手を見下したり傲慢な態度だったんだけど、バキに敗れてからは態度を改めて優しい性格になったんだぜ。最初はそんな嫌な性格だったのね。今の優しい烈海王になってよかったわ。また自分が認めた格闘家とは心を通わせ、特にバキとオロチカツミとは深い友情を築いているんだぜ。次は烈海王のファイトスタイルを詳しく解説するぜ。よろしくお願いします。烈海王のファイトスタイルは、超高度な中国拳法の使い手で技の完成度の高さや威力はバキに、世界を探したところで、彼に勝つ人間など見つかるかわからないと言わしめるほどなんだ。その技術は素手によるものだけでなく、武器を使用したかなりテクニカルな武器術もかなりの技量なんだぜ。素手で戦っているイメージが強いけど、武器を持たせても強いのね。まさに鬼に金棒ね。次に烈海王が実際に戦いで使用した技を何個か。まずは、相手に肩車のような体勢で乗り首を巻きつけるように油をかき、そのまま横に倒れ首を破壊する。天然下、大量の空気を吸い拳でその空気を圧縮しつつ相手の目に吹き矢のようにして放つ。目つぶし、拳を相手の体にほぼ密着させて打ち込む。1インチパンチ、など、かなり高難度かつ高威力な技を自在に扱えるんだ。あとは足を手のように動かすことができて相手を足の指で掴んで、ぶん投げることもできるんだぜ。あんな見た目だけどかなり器用なのね。次はそんな豊富な技を持ち実力者である烈海王の作中での活躍を紹介していくぜ。よろしくお願いします。バキシリーズで多く登場して活躍してる烈海王はグラップラーバキの最大トーナメント編で初登場するんだ。1回戦の相手セルゲイ・タクタロフを手玉に取り圧勝。2回戦のマウント・トバにも1分足らずで勝利。3回戦では新進会の会長であるオロチ・ドッポの容姿で、空手界の最終兵器とも言われていたオロチ・カツミを聖剣好きの一撃で撃破するなど、他の参加者とは別次元の強さだったんだ。手も足も出ないとはこのことね。そして準決勝ではバキと対決。バキはあらかじめ烈の戦い方をシミュレーションしてリアルシャドウの模擬戦で勝っていたんだ。しかし本物の烈はバキの想定をはるかに上回り激戦になったんだ。最終的にはハンマの地に目覚めたバキの潜在能力の前に敗退したんだけど、準決勝まで余裕を見せていたバキと烈は両者一歩も譲らない歴史に残る熱戦を繰り広げたんだぜ。男と男の熱い戦いだったわよね。グラップラーバキで烈海王が活躍したシーンはこのくらいかな。次は第2部のバキでの活躍を紹介するぜ。よろしくお願いします。まず最強死刑周辺での烈海王の活躍といえば、オロチカツミに新進会の特別講師をお願いされ赴いた際に、死刑囚の一人ドリアンに吸収され挙句の果てにはすぐ逃げられてしまうんだ。そんな卑怯なドリアンに激高した烈。その後、ドリアンによって瀕死に追い込まれた加藤を発見し新進会のメンバーと共に遊園地で退治したんだ。この時ドリアンが自分と同じ海王の称号を持つと知り、一時は同門対決を禁ずる掟に従ったんだ。ドリアンも海王の称号を持っていたのね、知らなかったわ。だけど、新進会の艦長オロチドッポに火薬を使用して大やけどを負わせたドリアンに対して、敗北を知りたい。という言葉との矛盾を明らかにした上で、彼を完全に敗北させたんだぜ。確かに敗北を知りたいのに火薬まで使っちゃったら、本当は負けたくないんじゃないかって思うわよね。その後はもう一人の死刑囚であのしのぎ交渉を倒したドイルとも戦ったんだ。烈海王はドイルに対して彦尻、流星水、多節痕、流用刀を巧みに使って追い詰めたんだけど、ドイルと戦いたかったジャックハンマーの手によって薬を打たれて気絶させられたんだ。ドイルとも戦ったのね。それにしてもジャックハンマーは自分のやりたいように勝手をするわね。ジャックにボコボコにされ満身創痍のドイルはその場を去ろうとしたんだけど、麻酔で寝ている烈海王の財布を盗むチンピラがいたり野犬がいたりと、放っておけなくなったんだ。そしてすぐにでも治療が必要なほど傷ついてるドイルはその場で烈を見守り続けたんだぜ。烈とは敵同士だったはずなのに彼の身を心配をしてくれるなんて死刑囚だけどドイルは心優しい人なのね。目を覚ました烈は、どう解釈しろというのだ。死刑宣告まで受けた罪人が、死をとして俺を警護していたというのか。と、
目の前で気絶しながらも立っているドイルと、その場に散らばった自身の財布や持ち物で昨夜の出来事をお察したんだ。そんなドイルに対して心から感謝を感じたレツは、死なせはしない、とドイルをおんぶし、新進会の医務室まで運ぶことを決意。向かう途中でバイクを素手で止めたり、川の上を走ったりと人間離れしたショートカットを駆使し、なんとかドイルの命をつなぎ止めたんだ。片足が水に沈む前にもう片方の足を水につけながら走るというあれね。衝撃的なシーンだったわ。その後レツは、目を覚ましたドイルに健康を考えた料理を振る舞い二人は、敵同士でありながら仲を深めたんだぜ。次は中国大雷大祭編での活躍を紹介するぜ。中国大雷大祭って日本でいうところ最大トーナメントよね。そうそう。海王の称号を持つ13人の戦士と日本代表で馬木屋雄二郎も参加したんだ。列はそんな海王たちの中でも2番目に強いと言われているんだぜ。そもそも列は死刑囚の一人柳流行の毒手によって猛毒に侵された馬木を救うために、馬木と共にこのトーナメントに参加したんだ。列は本当に親しい人のためなら何でもする優しい人よね。でも猛毒に侵されてるのにトーナメントに参加なんて逆にきつそうだけど。それが実は李海王という柳と同じ毒種の使い手がいて、バキトリを当てて毒で毒を制する目論みがあったんだ。そしてレツの思惑通り李との戦いで毒が裏返り、バキは完全に復活したんだ。そんな一か八かの作戦にレツもよく思い切れたわね。でもバキが復活してよかったわ。レツはトーナメントでもしっかり勝ち上がり、実力は他の海王とは1枚も2枚も上手だということを再認識できたぜ。第2部シリーズバキでのレツ海王の紹介はここまでで、次は第3部シリーズハンマバキでの活躍を紹介するぜ。よろしくお願いします。ハンマバキシリーズでは徳川がジュラ紀から冷凍保存していた細胞から原人を現代に蘇らせ、バキおなじみのファイターたちとの戦いを描く物語があるんだぜ。もう何でもありね。その原人の名前はククル。テレビからでも伝わる野生の強さとパワーに興味を抱き、一番最初にククルと戦ったのがレツなんだ。ククルのいる在日米軍基地に夜中に侵入したりと執着を見せて、ククルと戦うことを三成に志願したんだ。レツもバキとか雄二郎と同じように強い相手と常に戦いたいと思っているのね。レツはククルを相手に中国武術を駆使して戦うんだけど全然効かないんだ。それは武術が想定している人間の範疇をククルが逸脱した身体能力の持ち主だったからだ。そんなククルにレツは自分が負けることによって中国武術がこれ以上汚れることを恐れ、今まで積み上げてきた武術も海王の称号も捨ててただの一人の男として戦ったんだ。中国武術に対して誇り高いレツからしたら一番嫌な相手かもしれないわね。武術を捨てたレツは、もはやわざとは言えない小さい子供がするようなぐるぐるパンチを繰り出したんだぜ。だけどククルの反撃に対し無意識に捨てたはずの武術の技でガードして、さらには自らの幻影を見たことで、武術に身を置いて戦うことを決意したんだぜ。やっぱりレツには今まで積み上げてきた中国武術しかないのよね。レツは中国武術を使うことによって人間の範疇を超えるククルとの戦いで、中国武術の新たな1ページを記そうと覚悟したんだ。だけど人間離れしたククルの超速タックルにカウンターを当てるも打ち負けて吹き飛ばされてしまって、右足を食われ失ってしまうんだぜ。倒されるならまだしも足を食べちゃったの？レツがもう戦えなくなるじゃない。レツの足がククルによって失われたという知らせは、バキはもちろんオロチカツミなど多くの面々に伝えられたんだ。そしてレツはその後義足をつけてカツミの末発機の改良に尽力してついに究極の末発機を完成させたんだぜ。そんなカツミもククルと戦った時にはダメージを与えることはできたけど、結果やられてしまい右腕を食われてしまったんだ。強すぎるククルにやられたら体を食われるなんて最悪ね。そんな右足が義足になってしまったレツはなんとボクシングの世界へと飛び込んだんだぜ。さすがに右足が義足だとさすがのレツでも無理なんじゃない？ボクシング界に挑戦したレツはプロモーターのカイザーって男と出会ったんだけど、彼が紹介してくれた相手に心を惹かれアメリカへ渡ったんだ。そしてアメリカでのデビュー戦で元世界ヘビー級チャンピオンのアンドレイ・ワーレフを余裕で撃破。続くジョーク・レイザー戦ではグローブの利を生かした相手に苦戦するんだけど、最後は一本拳で KO 勝ちを収めたんだぜ。チャンピオンまで倒しちゃうなんてさすがレツね。その直後にボクシング4団体統一王者のウィルバーボルトに挑戦を受けるんだけど、バキと雄二郎の親子喧嘩が始まってしまって、それ以上は書かれてないんだ。だけど後にハンマバキの続編であるバキ道でレツがボルトに勝ったことが分かったんだぜ。ハンマバキでのレツの活躍はこんなところかな。次は第4部シリーズバキ道での活躍を紹介するぜ。よろしくお願いします。第4部シリーズのバキ道では新たに徳川がクローン技術を利用し、霊媒師の力で魂をも復活させたあの伝説の剣豪宮本武蔵が現れたところから物語は始まるんだ。宮本武蔵？そんなことしたら何でも蘇らせることができちゃうわね。宮本武蔵の復活を知ったレツはボクシング界に留まることなく日本へ行ったんだ。自ら希望して地下闘技場で武器使用化のルールで武蔵と対決することが決定したんだぜ。せっかくチャンピオンになれたのにボクシング界を離れてしまうなんてもったいないわね。
でも列は強い敵と戦うことが生きがいだものね。列は各海王の指導を受け、シャオリーという羽のように刀に切りつけられても切られないという体術をマスターし戦いに挑んだんだ。そしてとうとう戦いが始まり、列は手裏剣やヌンチャクを使って主導権を握ろうとしますが、武蔵はそれを慌てずにさばいていくんだ。シャオリーも身につけてボクシング界でも名を残した今の列は思考の強さかもしれないわね。しかも武器まで使うとなると、もしかしたらあの宮本武蔵にも。列は接近戦に持ち込んできた武蔵に対して武器を捨てて得意の中国拳法での戦いで対抗するんだけど、弱点である義足を持たれて大きなダメージを受けてしまうんだ。そして真剣を抜いた武蔵は切りかかり、列はそれをシャオリーで一度はいなしたんだけど避け切ることができずに切りつけられて、その上縛られてしまったんだ。かなり大ピンチじゃない。刀で列を縛っていた紐を切った武蔵は、最後に剣で列を切りつけて勝利を収めたんだ。列は腹を真一文字に切られて死亡してしまったんだぜ。試合後に武蔵から関ヶ原並みの戦力と称賛を受けるも、実際には武蔵は全力を出し切ってはいなかったんだ。列死んじゃったの？好きなキャラだったからショックだわ。列の死は様々な格闘家に伝えられて衝撃を与えたんだ。そして列の右腕だけは仮装せずに残していたことが、続編馬起動で明かされたんだ。なんで右腕のみを保存していたかというと、ピクルとの戦いで右腕を失ったオロチ勝美のためにドッポと三成が列の右腕の移植を提案して、悩んだ結果勝美がその提案を承諾して列の右腕は新たに勝美の右腕となったんだぜ。列の思いとか今までの戦いの歴史を一番仲が深かった勝美に受け継いだのね。感動ね。列の馬騎シリーズでの活躍は馬騎道で終わりだぜ。今後は勝美の右腕として何かストーリーがあるかもしれないね。死んじゃったのはショックだけど、勝美のピンチの時に力になってくれると嬉しいわ。いかがだったでしょうか。今回は列海王の活躍と最強伝説について解説したぜ。他にも皆さんが知っていることがあったらぜひコメント欄で教えてほしいぜ。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いするわ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。